クサミスタジオへようこそ。今日はうちの好きな漫画を2作品紹介していこうかなと思っております。うちの YouTube 見てくれてる方はわかると思うんですけど、まあうちはコスプレがすごい大好きで、まあコスプレをやるその前過程として、まあもともとアニメとか漫画がすごい好きで、その発展でまあなりたい自分になってるっていう感じなんですが、その中でねうちの好きな漫画たちを紹介していこうと思います。まず一つ目にご紹介するのはこちら、ででん、ジョジョリオンです。あれ、ジョジョって言ったらクージョジョータロウとかジョセフ・ジョースターとかそっちじゃないのって思うかもしれないんですけど、まあもちろんそっちもね大好きなんですよ。てかまあジョジョは全部好きなんです。1から8までね好きなんですけど、うちはその中で特に何が好きって言われたら今やっている8部のジョジョリオンになります。じゃあ少しあらすじを言いますと、ちょっとウィキペディアから引用します。だそうです。こいつが主人公のジョースケなんですけども、ジョースケはですね4部にも出てまして、漢字が違うんですけども、こっちのジョースケはあの定めるのジョーで、あっち その4部のジョースケは人弁に竹みたいなやつのジョーなんですね。で結構名前が同じだったり似ている人も何人かいまして、このジョジョリを見るときに4部をちょっとさらっておくと多分ちょっと面白く見れるんじゃないかなと思います。まあできれば全部見てほしい全部ね見てほしいんですけど、おすすめはうちはジョジョリオンということで、もしよかったら見てみてください。2つ目にご紹介するのはこちら、ブリーチ。こっちはちょっと言いたいことがいっぱいありすぎて長くなっちゃいそうなんですけど、ブリーチのあらすじを言いますと、黒崎いちごっていう主人公が死神の口キルキアちゃんっていう子に出会って、そこからちょっといろいろなことが起こるっていう、まあ、ざっくり言うとそんな話なんですけども、こちらはもう連載は終わっていまして、まあ、漫画も74巻ぐらいまでやってたんですけども、うちはですねこの漫画を小学校5年生ぐらいから読み始めて、その時はまだね27、8巻だったんですね連載が。だからそう考えたらよう読んだなこれ本当にずっと。はい、いかがだったでしょうか。うち結構漫画とかアニメって狭く深くっていうタイプなんで、そんなにないんですね。もともとすごい一途になりやすいタイプで、なんか一度にたくさんのものが見れないんですよ基本的にうちは。だからそういうのもあってあんまりね読まないっていう部分もあるんですけど、ただこういう、まあ、ジョジョとかブリーチとかはまあ喋らせたら、まあ、止まらない、まあ、マシンガントークみたいな人間なので、ブリーチの話したいなとかジョジョの話したいなと思ったらぜひ読んでください。今日の動画もありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。アリーベデルチ。